一緒にやってくださいね。皆さんゲッツってわかりますか？わかんない。じゃあ私がせーのって言ったらやりますよ。いきます。それでは始まりますよ。せーの、ゲッツ。本日は群馬ダイヤモンドフェスティバル開幕 PR 活動にお越しいただきましてありがとうございます。これよりラベルス市民シニアディレクター、そして選手の皆さんによるトークショーを行います。短い時間ではありますが、
で前橋商業高校出身です。今年は、初めてなのでフレッシュな感じでやっていきたいなと思います。応援お願いします。箱根選手のホームページのニックネーム箱って呼んでほしいって書いてありましたが、箱でいいですか？お願いします。はい、じゃあ皆さん箱コールお願いします。せーの、腰は低くね。そうですね、皆さんナビコ君に大きな拍手お願いします。ナビコ君頑張れ、ナビコね。はい、ありがとうございます。それではここからは私から、ラミレスさん、そして選手の皆さんにインタビューの方に、ね、させていただきます。まずはラミレスさん、よろしくお願いいたします。ラミレスさん、今年今季のペガサスを見てどんな印象をお持ちですか？To win the championship again. I strongly believe that we have the players, we have the coaching staff, and we have the fans. So this year is going to be a good year for us. 今季もチームはもう一度優勝できると信じています。いい選手もいますし、いいコーチもいます。そしてここにいるファンの皆様がいるので、必ず優勝できると信じています。去年、リーグ優勝しましたね。今年ももちろんリーグ優勝すると思うんですけど、日本一をやっぱり狙ってますか？ではまず荒井選手は。そうですね、去年ちょっと、日本一決定戦で悔しい思いしましたので、今年は日本一になるためにしっかり練習しますので、見てください。決意表明しましたからね、絶対日本一目指しましょう。では三田選手、今年日本一になりますか？¡Gracias!
め止めとけばよかったですね。ラルサ君はどうですか？どうですかってどうですよね。本当ですね。ラミパ君がペガサスの魅力って何だと思いますか？ラミパ君が帰ってる間にラミレスさんに聞きたいと思います。ラミレスさん、ペガサスの魅力って何ですか？Well, one of the best things we have, and you know, we're working as a family, and that's our main purpose of being here. Work as a family. We are one, okay? And we got a good group of people, good group of players, and if we can combine them all together, we can be a family. That's what we want.
On behalf of the Zymo Pay